ピットアウト後動くのはやっぱり4号艇の西田康史。さあ、青のカポックはどこに入ってくるのか。ボートレース芦屋日本財団会長杯争奪戦、優勝戦第12レースを迎えています。個性際立つ今節6強は、1番佐賀の深川慎二、2番福岡の今村信孝、3番広島の加藤正幸、4番神奈川の西田康史、5番東京の山崎義信、6番広島の元岡勝利です。1コースには4番の西田康史、 100% スロー宣言もちろんインドリ、今節逃げで6勝をマークしています。2コースに1番の深川慎二、相棒は芦屋周年 V モーター、文句なしのパワーで準パーフェクト V に大手かけています。3コース2番地元の今村信孝、2012年に入って全てのシリーズ優出、6場所連続のファイナルです。そして4コース角に構えたのが5番の山崎義信、自身2度目の優勝がかかります。そして3番加藤正幸が5コースから準優勝戦会心のレース3連単11万周を提供。6コース6番の元岡勝利、こちらは悲願の自身初 V を狙っての一走です。体型は3対3、優勝戦第12レースインコースから4番1番2番5番3番6番の並びスタートしました。1番の深川慎二が踏み込んだスタート、決め込んでいきました。スリット後出ていきます。1番の深川、さあまくる1番の深川、4番と2番がもつれた。1番の深川が先頭に立っています。スタートは前提正常でした。先頭は1番の深川慎二です。2番手に5番の山崎、3番手に3番加藤、僅差で4番西田が追走、1周にマーク。トップターンは1番の深川、そして3番回してから5番の山崎、2番手は5番の山崎義信です。上位に手は1番5番、そして3番手の位置接戦です。4番西田と3番加藤がボートを並べています。2周1マーク、トップターンは1番の深川慎二、2番手5番の山崎、そして4番の西田がターン、そして3番の加藤正幸、3番加藤がさばいてきました。3番手上位の3艇は1番5番3番です。先頭は1番の深川慎二、2周2マークをトップクリアです。2番手5番の山崎義信、3番手3番の加藤正幸、上位の3艇は1番5番3番、4番手以降は4番西田、2番今村、6番の元岡となっています。先頭1番の深川慎二トップで最後のバックストレッチへ抜けていきます。2番手が5番の山崎、3番手3番の加藤、153、この組み合わせ3連単のオッズ 67.1 倍を指しています。先頭に立っているのはシリーズリーダー1番の深川慎二、今年2回目、自身通算では58回目の優勝へ向かっています。芦屋は2度目の制覇、11戦10勝、準パーフェクト V の快挙が目前となっています。2番手5番山崎、3番手は3番加藤、まもなくゴール。先頭1番深川優勝の五輪、5番山崎五輪、3番加藤五輪、4番西田、2番今村五輪、ラスト6番元岡五輪です。以上、優勝戦前提五輪しました。優勝戦第12レースの確定は1着1番、2着5番、3着